グリーンランドドッグとは、グリーンランド原産のソリ引き用の犬種である。北方の古代犬種の一つであり、絶滅した同地原産のウェストグリーンランドドッグは、これの兄弟種であった。人と共に、グリーンランドに渡ってきて、5000年ほど前から存在していた古代犬種である。ソリを引いたり狩猟に使われ、太古の昔から先住民と生活を共にしてきた。 1860から70年代には外来の犬が媒介した伝染病が広まり、グリーンランド原産の犬種は壊滅的なダメージを受けた。特に本種の兄弟種であったウエストグリーンランドドッグは頭数の減少が深刻で純血種の繁殖ができなくなりすぐに絶滅してしまった。しかし本種は何とか生き残り、ただ一つのグリーンランド原産の固有種となった。 グリーンランドドッグは現在は、原産違いでも、ペットとして飼育されているほか、極めて体が丈夫なため、本来の刺激であるソリーヌとしても人気がある。名高い冒険家にも好んで使われ、日本人で、グリーンランドドッグを冒険に使った著名人は、上村直樹などがいる。サバイバル精神に長け、零下50度の玄関にも耐えられる、分厚いコートを持ち、素食にも耐える丈夫さを持つ。 スピッツタイプの犬種で、骨太で筋肉質の体型をしている。力は強く、持久力も高い。立ち耳、ふさふさしたタレオでコートは、厚く長めのダブルコート、毛色は、ブラックタンや、ブラックホワイトなどバリエーションがある。体高はオス6 0トル前後、メス5 5トル前後で、体重は、雌雄ともに30から3 2ラムの大型犬。 性格は誰に対しても非常に有効的で、番犬としては全く働けないほどであるが、自分がリーダーとして認めない人に対しては、命令を一切受け付けない。しかし、主従関係をしっかりと示しておけば、多頭外にも向く、家庭犬として飼育することもできる。体力は多いので、たくさんの運動が必要である。寒さには極端に強いが、暑さにはかなり弱いので、牡蠣は、 扇風機やクーラーをつけて涼しくしてやる必要がある。ありがとうございます。